あ、どうも、リディムさんとアケイシ君、こんばんは。こんばんは。どうも。今何してんすか？これ、ガチャガチャ。例の、なんだっけ、なんとかマシーン。カプセルマシーン。カプセルマシーン。ガチャガチャ言う流れ。これを今から全部。シャッフル？当たりくじをすると。当たりも全部含めてシャッフルするんで、見ててください。はい、ケンジ君、風邪大丈夫でしょうか？これで、やっと声が出るようになりました。いきます。はい、ケイシ、よろしくお願いします。そっちに入るドンパン、はい、ドンパンこんだけシャッフル、いや、こんだけシャッフルしたら全然大丈夫。びっくりした。いつもやらんじゃあこれで、あ、2個入りっつうの、2個入りあった、2個入りある、あ、ラッキーだ、当たりだね。まあこの中にいろいろアルバムのタイトルとか、はい、いろんなものが入ってまして、はい、イヤーズ&イヤーズやな、お、バイレートの、ね、はいはいはい、はいはい、で、まあ当たりも入ったり、コンプリート企画なんていうのもやってる。いいですね。詳しくはフロンティアバックヤードホームページで見てもらえれば。ケース、今日何やってたの？今日か、うん、今日は全然なんか六本木に飯食いに行ったぐらい。六本木に飯、おしゃれじゃあ何もしてない、適当に入れる段ボール入れちゃいます。明日から仙台のアンジェイントの911アンジェイント、はい、仙台マカナ、そこからスタートだね。いきます。じゃあ入れてこうか。はい、はい、一つ、はい、二つ、あの玉入れのね。これでこのままガチャガチャのマシーンに突っ込みます。そしたら不公平ね、なんかもうね、平等ですよ、ね、平等、みんな平等ってことです。男も女もみんな平等ということです。全曲は、全曲がある、39曲入ってます。全曲ケース、今ちょっと弾いてみ、なんか適当にケース弾いてみ、何来た、ちょっと待って、カプセルが外れました。ミッシングピース、あげちゃう、マジか、あげちゃうあげない。あげちゃうと食っちゃう。コンプリートができなくなる。あ、数が全部一緒ってこと。そうそう、数を全部、数が整ってるから、あったあった、本当に平等に全国皆さんに聞いてもらおうという企画です。こんなケース大変だよ。こんなとこにこケース、これまずいんじゃないか。このマーシャルの下に。めっちゃある。ちょっといいですか。ちょっといいですか。はい、どうぞ。はい、来たよー。はい、ケースいいぞー。はい、来た、はい、来た。あ、これまずいんじゃない、これまずいんじゃない。はい、それ完成。なかった、一個。完成しました。完成した。これ、えらいことです。今日は、9月の9日。999。2009年の9月9日です。ツアーワクワクしますね、田崎くん。いやー楽しいですね。いやー、これ何が楽しみってね、何が楽しみ、こんな感じですよこれ。なんだろうこれ、中にはケースとケースとご飯食える券が入ってるとか、入って北海道あ、それいいね、北海道でケース特別っていうのも。帯広だけなんかケースの、これ帯広でも、いや、売ります、もちろん売らせてもらいますよ、帯広で。いやー楽しみだな、帯広で。あ、帯広、それいいね。ケースのなんか限定1個入れよっか、それ。それでもいい。うん、で、しかも、それは、大樹町で、はい、あ、実家に行ける権利。あの、違う。こいつの実家、帯広だって言うんですけど、すげえ遠いらしい。全然いいんですけど、大樹町って町は、いい町らしいですけどね。ラジオもね、あ、ケンジがもう飽きてます。こんなの、大変だな、これ。でもこれガチャ、いいね。あ、磯村、おはよう。あ、ない、ツアー楽しみだね。どんな髪型になるか、これ。ああ、今回ね。今回見どころだぜ。去年の今頃は、あれでしょ、去年の今頃。パンチ。パンチ。何のパンチ、遅刻したら、遅刻が消えた。すごくいい感じです。ケイシ、新しい技を。いや、もう全然忘れるじゃない。何それ。酔っ払っちゃった。全然忘れ
周年のバッジやらいろいろ入ってます。フロンティアバックヤードロゴのも入ってるね、これ。TA1 お、太一これどうなのこれ。これ、あいつ人気出ちゃうよ。太一こういうのもあるか。いや、外れこれ。あ、そう、それは太一くんだ。外れです。ケーシに変えてもいいよ。めっちゃっていいよ。いろんなバッチが入っております。いや、でも当たりの方だね、それ。磯村引いてみて。何が磯村、何が磯村、うん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 、磯村、うんうんうん、あれ何やん、ロゴいや、違います。テラフォーミング、あー、いい曲だね、曲名なんだね。ケジ何弾いたの。これが、はい、当たりくじ。これが最高の当たりです。そんなのもあんの。磯村って書いてあったけど大丈夫。お前のバッチ当たりです。でもね、全国には磯村君のこと、あの人誰だって思ってることもね、いると思うんでね。有名だもんね。ケース、自分の名前入れたくなっちゃったでしょ、これ。あ、最後なんですか。 Say FBY。 あ、いいね。1個食べた。1個、はい、ね、おかしなことです。いや、ちょっとでもちょっとみんな確認。絶対ね、これ次のスタジオの人にね、盗まれ取られちゃうから。なんで悔しいんで、はい。こちらは、はい、ドンパンパン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 、ないね。あ、あるか、足りない。いや、もう足りないか足りるかはもう正直わか、あ、でもまあ多分大丈夫だと思う。混ぜたんで大丈夫です。ていうか、あの、大丈夫でしょこれ。やばい。え、で、これに入れてくる。で、そこにさらに何か入れるの。これに入れる。これを入れるんですか。さすがに。死んじゃう。はい、行きまーす。またこれ、ぶちまけじゃないよね。本当本当。大丈夫。ケースが痛がってる。大丈夫か、ケース。そこは危ないぞ。そこはこれ、この、バカスピーカー、バカスピーカー。カドッチ、あれカドッチを。本当ちょっと。あ、入って。あー、これまた持った。あ、これを持ってくってことね、まず。北海道北シリーズは。なるほど。あ、これだけ、あれ？シャッフルされたっていう。これはわかんねえ、確かに。ああ。おお。あ、いいね。これで北の分決定。北の分。ケージこれ持ってって。リディムカーで。あの、リディムカーで。僕ら飛行機です。あ、うわ、人気ある。飛行機。いや、マジで。僕ら飛行機だ。フェリーで行こうって言ったじゃん、約束したじゃん。出発またもう効率数がバカやろ、こいつバカやろ、こいつ。で、これは南の分、うん、当たり、いろいろ入ってますよね。いろいろ入ったんですよ。なんだっけ、5位なんだっけ。5位はキーホルダー。キーホルダー5位、キーホルダー。まあまあ、やばい、具合悪い俺。で、4位がルカ&エヴァンスタオル、はい。3位は何だっけ。3位がミックス CD、 チャベ君と TA ファンが作ってくれました。本当？チャベ違います。メッセンジャーバッグです。メッセンジャーバッグ。あ、2位がチャベ君と大将のミックス CD。 そう、贅沢だね。あ、それ違う、間違ってますね、それ。ん？4位がキーホルダーで、詳しくは詳しくはウェブで。じゃあ、ツアーに向けて一言お願いします。頑張ります。どうぞ。元気になります。はい、どうぞ。頑張ります。札幌と帯広サポートしていただきます。まあ帯広コラジオールですけど、ケース君、意気込みの中国語でお願いします。チェーンソーファン。楽しみましょう。よろしくお願いします。じゃあねー。